ファズルルナワズは S リーグの単品でスローバース FC に所属するサッカー選手。ポジションは FW でシンガポール代表。ファズルルは2003年にゲイランユナイテッド FC でプロのキャリアを始めた。2006年にはヤングライオンズに移籍するものの2008年にゲイランに復帰した。ファズルルは契約上の問題によって翌年ゲイランユナイテッドから解雇された。 マレーシアの新聞によれば、ゲーランでのチームメイトであったアイデイスカンダル、ノーラーマン、アモス・ブーンと共に戦艦パンゴール FC への移籍が有力視されていた。しかしながら、彼は6ヶ月の間、所属チーム無の状態となった後にゴンバクユナイテッド FC への移籍を果たした。2009年5月、ゴンバクの監督、ダレン・スチュワートが移籍を発表した。2011年には、 サファックに移籍した。サファックを2013年1月に去ったファズルルは、マレーシアスーパーリーグに所属するシンガポールライオンズ12への移籍を果たした。しかし、同年12月には4ゴールを奪ったのみでの対談となった。2014年になると、ホームユナイテッドに移籍し、29ゲームで10得点を奪い、シンガポール人選手での得点をおイとなった。 2014年12月、マレーシアプレミアリーグに所属するサバフエとの契約に署名したものの、1ヶ月後に彼は蒸発した。サバフエでの短い移籍の後に、ファズルルは2015年の S リーグ移籍市場が閉鎖される前に、ウォリアーズ FC へと復帰した。加盟後最初の試合では2得点をし、ライバルのホームユナイテッドから4から1の勝利を挙げた。 第2節でも得点を挙げて、ホーガンユナイテッド戦を1から0で勝利し、同節の防衛王となり、チームに貢献した。4点目と5点目のゴールは、第3節で見られ、タンピネスローバース FC に対して2から3の勝利を、挙げるのに大きく貢献した。ファズルルの代表としてのデビュー戦は2005年6月4日の、マレーシア戦であり、マスレズワンマストリが鼻を骨折したため、 彼の代わりに出場した。2007年の東南アジアサッカー選手権では、準決勝のマレーシア戦で、PK 戦にも連れ込んだ際に4人目のキッカーとして、ゴールを決め、シンガポールの勝利に貢献している。同年の東南アジア競技大会のグループリーグに、おける彼のパフォーマンスは、ファンやメディアによって広く批判された。特に、マレーシアユマイナス23代表戦での、 ペナルティキックを外した際には批判が勢いを増した。というのも彼がもしこの得点を決めていたならば、準決勝でタイ代表との対戦を免れたのであり、結局この準決勝は3から0で敗退を喫し、金あるいは銀のメダルを持ち帰ることができなくなったのである。3位決定戦ではパフォーマンスを調整し、ベトナム代表相手にハットトリックを決め、 U-23 代表の銅メダル獲得に貢献した。タンピネスローバース FC 戦での全十字人体の怪我によって2008アフ鈴木カップへの出場は果たせず、この大会ではシンガポールは準決勝でベトナムに敗戦した。彼の父親は東南アジア競技大会で1970年代に銅メダルを取った選手だという。シンガポールライオンズルブシンガポール。 ありがとうございます。